ちなみにこの中身が見えてるのは自分で押しくりました。でこの紙風船はね、季節で出る味が違うんだけど、私は今回ね秋限定の、紙風船のお菓子を買いました。オレンジ色がみかんで、この白くて中がピンクのやつがいちご味です。じゃあ早速いただきます。じゃあまずこれから、じゃじゃん、中こんな風になってて、外はねモナカな感じで、中にはこれなんだろう、ゼリーみたいなやつが入ってます。めっちゃイチゴの匂い。いただきます。そうだよね、砂糖だもんね、だってあ、今日は前回の ASMR の動画でみんな喋っていいよって言ってくれたので喋ります。くす玉みたい。ゼリー、ゼリーかっこ、これなんて読むんだろう、絹玉みたいな書いてある。これ癖になるな。甘さもなんか、甘いけど、本当なんかね、人工的な、なんか嫌な甘さじゃないのよね。やっぱり和菓子屋さんのなんかお菓子って感じ、なんかなんだろう、丁寧な味がするっていうかさ私さ、 ASMR で有名ななんか琥珀糖とか食べたことないから、あれもねちょっと一回食べてみたいですね。みかん食べます。いや、みかん好きだな。美味しかった。はい、ごちそうさまでした。残りはね、ちょっと家族とか、あと自分で後々食べたいと思います。いや、めっちゃ美味しかった。世の中にはね、本当に知らない和菓子、お菓子がね、たくさんありますね。